最近なんか予定が限界突破し始めてさ、普通なんか会食って1個とかしか入れないじゃん。ここ数ヶ月のスキル獲得チャンネル経由の売り上げひどいです。世界一面白いフリートーク。さあ最近どうですか？忙しいね。毎回言ってるな、うん、てか林塾のご飯会どうやったの？あ、面白かったよ。林塾めっちゃいい感じな雰囲気出てない？タイムラインから。やっぱ林さんのマーケの仕方の真髄だよね。テイカー気質がいないというか、まあ、林塾150万だけど150万を回収する責任はお客さん側にあるってお客さんたちが思ってる感じがすごい。話してて気持ちよかった。ご飯会ってどれぐらい来たの？30人ぐらいかな。いいな。すごい雰囲気よかったよ。戦闘力高い人が多かった気がする。まあそれそうやろな。普通のこういわゆるゴリゴリ売りをするとさ、本当に稼げるんですかみたいな人とかも絶対入ってくるじゃん。でそうじゃない感じだったね。質めっちゃ良かった。そこの18中とかでも150万回収したみたいな人も多かったし、ビジネスマッチングとして機能するじゃんオフ会で。今度あれで、あの林さんのプレミアムご飯会行くで。15万円のやつ応募したら当たっちゃった。何人ぐらいあるの？ 2,30 人ぐらい。そんな入るかなあれ。15人ぐらいちゃう多分。あ、林さんすごいよね。なんかそういうの苦じゃないんだね。好きやろ多分。ご飯好きやと思うで。みんなでワイワイ飲み食いするの結構好きやと思う。そこがインフルエンサーからの違うやなとも思うよ。嫌やん我ら。俺らさ多分若いからってのもあるかもしれないけど、先輩経営者とご飯行くのは結構ポジティブだけど、まあ、自分よりある種まだな経営者の人たちを5人集めてご飯とかも地獄やもん、まあ、いちいちやな。せめて嫌だなって思っちゃう普通に。やりなみたいな。え、でもお前あれやで、10人ぐらい集めてフリーランスのご飯会やったで。フリーランスのご飯会ってマジ絶対だわ。西くんとか仕事どうやって取るんですかみたいな質問されたら俺それは嫌や。それは嫌だから。スキル獲得チャンネルとかあの辺を編集してくれてる頃がなんかこの辺にいっぱいいて暇そうやったから。暇そうではないけど仕事してると10人ぐらい集めて飲んだで。だからほんまにこの辺にいたメンバーやったから。見るメンバーここにいる人たちを適当に誘ったってこと？そう。それは別にいいんじゃない。ほんまにここにいる人たちを適当に誘いましたメンツ。あっくんも行こう。楽しかったで。あっくんと飲みたがってた。みんな忙しいよね。最近なんか予定が限界突破し始めてさ、普通なんか会食って1個とかしか入れないじゃん。だから19時から会食とか入ってんだけど毎日。最近なんか23時からの枠も1個増やして23時にも予定が入るようにしたね。太るで。それは SSL とかで。それさセットで一緒に会食するのあかん？4人とか6人とか。全然まだなんか話が違ったりとかする。8時から撮影ある時とかにもうその日の予定はもう入れなかったのよ。だけど8時から撮影あるけど23時に SSL でまた会う約束するとか。マジ？え、もしかして今日もある？今日はないね。明日はあるね。明日8時からトレイチャンネル撮影あるんだけど、23時からまた他の人と会う予定入れる。あんくんって1ヶ月で何チャンネル出てんの？何々版で別のチャンネル出てんのも1個としてカウントしてほしい。いやもう令和の虎は令和の虎でいいよ。令和の虎。あと準レギュで言うと光るチャンネル、ソーマトランジスタチャンネル、まあ準レギュっていうか、まあ最近よく出てる。外部はそのぐらいかな。俺がオーナーのチャンネルが動画マーケティング攻略チャンネルって B2B 用のチャンネルと、動画編集攻略チャンネルってまあ動画編集キャンプの集客用のチャンネルで、スキル獲得チャンネル、ぼっち青瀬さんの友達が欲しいチャンネル、トライチャンネル準レギュ、あと桑田さんのチャンネルもまあ準レギュっていうかベンチ。いやすごいわ。何チャンネル今ので？10ぐらい。10チャンネル。この指折り間違ってなければ10チャンネル出てんねんで。人がこなせる演者の量じゃないやろ。自分がメインで出てるチャンネル4つぐらい上げたよ。どういう状況？だからよくさ、なんかそのコンテンツ販売の人とかがさ、YouTube 大変だとか言ってるの聞くとさ、もうなめんなよと。俺4チャンネルやってんだよって。しかも、ぼっち青笹って自分で編集しなかったっけ？自分で編集してる。まあ、最近はね、酒井くんがだいぶ俺のシンパシーを感じれるようになって、いい感じにやってくれてんだけど、絶対自分で編集する部分はあるのよ。他の案件とかってさ、別に自分がプレミアプロ開くことは絶対ないじゃん。ぼっち青笹さんと間違わしいチャンネルはプレミアプロ開くね。すごいな。物量だよな。普通に100本以上出てるもんな。150本くらい出てるってことやろ？ 1 ヶ月に？もっと？いや、そんなには。だいたい1日に2動画ぐらいは YouTube プラットフォームにても俺が出てる動画は上がるから、まあ、60動画ぐらいでね、1ヶ月で。レバレッジやな。YouTube が一番いいからな、マーケは。10チャンネルすごいな。まあ、それ忙しいよな。みんなさ、1チャンネルやるだけでヒーヒー言ってんだよ。レイマントルとか別に月に1回しか撮影ないからね。まあでも自分のチャンネルが4個あるからね。次に忙しいのが、会食が多いんか。撮影の予定が多分一番多いよ。で、その次は会食？会食の予定って俺あんま入れないから、ズームだね。次キャバクラ？キャバクラは予定別に入れないから。キャバクラは0時と1時の間が暇だから行ってるって感じ。11時から入ってしまう会食をキャバクラでやろうはないの？ある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 。SSL で23時くらいから集まって、まあ、1時間くらい真面目な話して、で1時間キャバクラ行ってみたいな感じかな。基本撮影とズームだよ。いやでも、あんこ1年前からさ、予定が限界突破しちゃってさって言ってたから、多分まだ行けるんやと思うで。限界って意外と限界じゃないの？だから多分まだ行けて、多分来年の今頃には、19時から会食、23時から会食、キャバクラ終わりの2時から行けてるわ。まあでも寝たいからな、さすがに。そもそも稼働開始が10時だったの、もともと。
でも2ヶ月ぐらい前に9時にしたの。7時開始がまだ可能性としては残ってるから、2時間は増えるね。何時に寝てんの？大体3時ぐらい。3時9時の6時間睡眠が多いかな。それこそ昨日、林塾の懇親会やったんだけど、カレンダー見せてくださいみたいな言われて、見せたら、やっぱドン引きされてた。ドン引きされるよな。だって、僕、青くんのカレンダー入ってんねんけど、自分の予定見ようとしたら、青くんの予定多すぎて、自分の予定どこってなるもんね。例えば、直近1週間で、10時から24時って7日間あるじゃん。予定が入ってない時間4時間しかない。それ以外は、週7日、10時から24時までは全部予定入ってる。すごいな。頑張ってるよね。頑張ってるな。これで女遊びしてる俺を褒めてほしい。いや、ほんまやで。最近別に遊べてないんだよな。メンタルやばへんのそれ。逆に、慣れてきてるから、完全に。22時とかに予定が終わったら、どうしようってなって SSL 行っちゃう。だから予定埋まってるのがデフォになっちゃったせいで、カレンダーが何も入ってない時間に何したらいいんだ問題みたいな。今日の予定全部なくなりましたって言ったら何すんの？寝る。1週間なくなりましたって言ったら旅行行くんじゃない？どこに？1週間も旅行行けへんで、青くん絶対。無理。自信あるわ。青くん絶対旅行行けへん。無理です。無理だね。島根2、3日、海外2、3日みたいな。1週間予定なくなることないでしょ、さすがに。カレンダーをさ、こう横にスワイプしてったらさ、どんどん、先週、先々週ってなるじゃん。この生活始まったのいつだろうと思ったら、だいたい1年前だった。だ2023年の2月とかは、1日に1時間は休みがあるんだよ。2023年の3月から今日に至るまで、ずっとこの生活してんだよ、ね。1日に1時間以上空いてない。空いてない生活。要は、レペゼンの借金を返してあげるのに必死ってことだな。時系列的な。普通に俺頑張ったなと思った。動画編集キャンプ始まってからとは違うよな、時期的に。動画編集キャンプ始まったのは2022年の12月かな。何がそんなに青く忙しくしてるの？まあ、YouTube にアクセル踏み始めたね、この時期から。東京に来て最初の1年間は自分のチャンネルとスキル獲得チャンネルだけゆるゆるでやってて、あと B2B のチャンネル作ったりとか、インフルエンサー化していく動きがそっからガッて増えたから、はい、撮影がめっちゃ増えたね。でも YouTuber やもん。YouTuber より YouTuber だよ。登録者数十万人とか100万人の YouTuber より忙しそうだもん。YouTube 撮ってる時間長いし。まあまあね、出てるよ、チャンネル数が多いからね。効果実感してきたなと思ってるのが、ストックさんチャンネルのお礼の企画とか、社長一日密着チャンネルのお礼の時とかが10万再生とか、モノに対してなんか20万再生とかいくのってなったら、その YouTube プラットフォーム内における俺の認知がそうなわけじゃん。他の動画とか数千再生だから効果は実感してるよね。青の動画編集攻略チャンネルで自己紹介動画みたいなの出したんだけど、それもなんか結構すぐ5万再生近くまでいってるから、傾向としてはいいかな。 YouTube か。 YouTube だよマジで。売り上げはちゃんとリスト取ろうとする企画と訴求をしないとマジで意味ないね。フリートークはあかんってことやな。たまにならいいけどね。ちょっと多いもんな。それこそヒカルチャンネルと相馬トランジスチャンネルが同時公開だった日があって、普通に100万再生とかいくじゃん、ヒカルチャンネルとか。だけど動画編集キャンプのリストインは無風だったね。自分のチャンネルでリストイン目的の企画でボンってちょっと重めの動画を出したら、1日のリストイン数が普段まあ100ぐらいなんだけど、その日300ぐらいいったね。そういう意識も大事だなと思った。それ何再生ぐらいやったの？ヒカルチャンネルと相馬トランジスの総合計再生数170万。やっぱ訴求してなかったら意味ないね。当たり前なんだけど、概要欄に置くだけで全然意味ないわ。まあ、結局その認知があるから自己紹介動画がバコって伸びてっていう話だもんね。最近ヒカルチャンネルとか出てるけど、それで広がった認知全くマネタイズできてないなと思って、認知をリストに変えるってことね。そう、変えるための動画出したらそれが当たったからよかったみたいな。やることやってんな俺。最近鎖国のビジネスの動きは何かあんの？ポーカー系のコンテンツがおおよそ完成したんじゃないかな。発祥中の7章までおとといくらいまで作った。でもポーカー系のコンテンツ作るって言い始めてから結構経ってない？いや、経ってない。だって1月末よ。大学生の頃だったら別に1週間で作ってたよ。ブログハックス作るのどんくらいかかった？3週間くらいでしょ。すごいです。確かにな。まあプレリリースでこの日までって言ってんけど、直前2日くらいし課題があるから結局それに合わせて作っていかないとわかんないけど、俺東京ってマジダメだと思ってて、地方にいた時の方が普通に仕事できたなっていう、パソコンと向き合ってたなとか、自分の利益を増やすことと向き合ってたなと思って、月の半分ぐらい島根に住もうかなって一瞬検討した。この前撮影あるから無理だわってなったけど、島根住まじでしょ。新宿に住んでんのやめようと思って、代々木の方とか。変わらん。運転しねえんで。絶対変わらんわ。代々木も新宿も。家でゆっくりしてる時間って大事だなと思って、仕事が進むというか、緊急性のない仕事が永遠と消化されないみたいな感じ、今ずっと1年間先延ばしにしようと思ってできちゃうもんな。緊急性のある仕事って別にそんな重要度高いわけじゃないから、社員やっといてで済むしってなると、我らは遊ぶことに専念したりとか、なんかぽい仕事、会食とかズームみたいな仕事になるから、自分じゃできんし、時間が来たらズームスタートするし会食もスタートするからやるやん。そういう仕事ばっかになっちゃうよね。それって甘えなんかもしれへんよね。ってなると、甘えれんのもってインフルエンサーやからやな的な感じもするよね。良くないねんけどな。広告系の人って甘えてたら広告費垂れ流しになるからやろってなるもんな。昔作った動画から結構ちゃんと売り上げ取ったりとか、流せで飲んでますとかツイートしても2、300人につくから、過去自分が築いた資産に安住しちゃってる感あるね。
過去の俺はでもそれを目的にやってたんだけど、ね、そうでもそれを多分やり続けると5年後ぐらいきついやろ。スキル獲得チャンネルもマーケ完全攻略の動画とか個人で稼ぐ完全攻略の動画とかマーケ用語50選みたいな動画が結構ガーってずっと安定的に伸びてたのよ。それでかなりリスニングが担保されたんだけど、今それはプラトンに達して今横ばいになってるの。ここ数ヶ月のスキル獲得チャンネル経由の売り上げひどいです。最近再生されてる動画が全部フリートーク系になっちゃったから、そうフリートーク聞き直したらキャバクラの話しかしてないから、マーケの話をしようって。例えばじゃあ青くんの今のマーケの話をこの辺の人が理解できるのかっていうとできづらい話も結構あるし、そこまでの話を言えんのかっていうと YouTube で言えない話も結構あるよね正直。確かにね、マーケに関してはもうだって大人のプレイヤーも横で見てるけど、というとヒカルさんにこうやってこうやってこうでこうドーンみたいなさ、だから結局青くんの頭脳とかここまで勉強してきたものがあるからヒカルさんの影響力をフルに活かせてるから、そこはもちろん参考になるねんけど、それって言える部分と言えない部分もヒカルさんとの兼ね合いから 100% 青くんリソースでやったら全然言えるけど、最近当たったマーケ施策とかってないもんなあんまり。そうだから昔やったらさ、こういうところから集客してこういう施策でこう言いましたらめっちゃ売れたよとかあったけどさ、今はもう結局後ろの仕組みが優秀で今まで作ったやつに光る方ぶち込んで認知上げただけですみたいなさ、まず100万再生取りますみたいな、うん、そういう話になってくるから、ちょっと絞り出してもいいかもね。最近の俺らのマーケティングノウハウ共有動画、次それ撮るか。というわけで次の動画は佐古くんと僕が最近あんま仕事の話ちゃんとしないもんね、うん、マーケティングでこれ良かったよあれ悪かったよみたいなノウハウ共有を動画でお送りしようかなと思っております、うん、まあ、結局マーケティングが全てなんでね。ということでね、マーケティングに関してしっかり勉強したいという方は佐古くんのマーケティングメルマガ無料でね読むことができるんで、概要欄からメールアドレス入力して登録してみてください。リンクをクリックしてメールアドレス入力して送信ボタンを押していただければ毎日毎日メールが飛んで毎日読んでみてください。その曲は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。